平成29年10月1日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センター駐車場一帯で第20回阿蘇マルシェが開かれ、大勢の人でにぎわいました。今回の阿蘇マルシェのテーマは新米祭り。うちの巻料理維新の会が作る阿蘇の新米朝ごはんセットは限定200名とあって、整理券を求めて開始前から長蛇の列ができていました。午前7時、阿蘇の搾りたて牛乳が先着100名に配られ、その牛乳で乾杯して阿蘇マルシェがスタートしました。うちの巻料理維新の会の朝ごはんは、薪を使ってかまどで炊き上げたミルキークイーン、コシヒカリ、ホタル米の3銘柄の新米と、きのこの味噌汁、だし巻き卵、それに阿蘇市内にある老舗漬物店のお漬物です。阿蘇マルシェ当日の早朝は冷え込み、朝ごはんをもらった人たちはほかほかご飯に温かい味噌汁を食べて温まっていました。会場には地元で採れた新鮮な野菜やグルメを提供する店が軒を並べました。アトラクションとして日の山スポーツクラブによるヒップホップダンスが披露され、他にもおにぎり作り大会、また美味しいご飯の炊き方や野菜教室も行われました。最後にお買い物をして参加できるからくじなしのスタンプラリー抽選会なども行われ、内容盛りだくさんの阿蘇マルシェで参加者たちは深まる阿蘇の秋を楽しんでいました。